こんにちは、吉谷さん。そしてこんばんは。携帯電話の話なんですけども、私ね、7月の8日にこの携帯電話の話聞きまして、で7月のね11日ぐらいにちょうど明細書が来たんですよね。私携帯電話の、そしたら2万7000円ぐらいでした。携帯電話の料金で、これは毎月のことなんで、もう何年も何年も使ってますんで麻痺してたんですけど、私ね結構ね、携帯電話っていうか通信代が3万円弱かかってたんですよね、ずっと毎月。で、携帯電話の話を7月の8日に聞いてですね、なんと私の携帯電話料金も4860円できるんだよってことなんで、まあ当然ですけども、明細がその後届きましたよね、リアルタイムですね。だからすぐ申し込んだんですよ。そうするとね、私の3万円ほどかかっていた通信代金が4860円にガーンと下がったのかというと、そうじゃなかったんですよ、ね、なんとですね、今日売上が上がっていたんですよ。月末なんで8月31日。そうなんですよ、あの4860円に値が下がるどころか10万円以上の私報酬になってましたね。だからスマホ携帯電話を使ってると私ね10万円入ってくるんですよ。しかもね、来月はいくらかっていうと、来月は20万円ぐらいなんですよ。すごくないですかこれ。なんかね、いや携帯利権すごいなと思いましたよ。あの、私話を聞いたのが7月8日ですよ。で、8月の請求は逆に10万円プラスなんですよ。10万ね、金額正確に申し上げましょうか。10万5715円です。何なんですかねこれは。すごいですね、やっぱり情報ってのは。あ、利権だわと思いましたね。で、しかも来月はさらにこの報酬は18万から20万の間に見込みがなってるんですよ。だから私ね、この携帯電話の話、切り替える話知らなかったらずっと3万円ぐらい払ってたと思いますよ。で、知ってたんで10万20万っていうふうにね、連発でもらえるんですよ。で、多分今後も同じような金額ずっともらえるでしょう。20万かなんか分かんないですけどね。これすごくないですか。私だから何、7月の7日までこんな話全然関係なかったんですよ。いや、すごいなと思いましたよね。で、もう一つなんですけども、もう一つはカジノ利権です。これはね、1月に始めたんですよ。で、もう1月中に募集はなくなっちゃったんですけども、こちらの方もね、年収でね180万ぐらいになるんですよ。こっちの方もほったらかしです。こっちは完全に利権なんで、カジノの台を1台10万円でキープして、それがそうですね、だいたい毎月数万円とか生み出してくれるんですよね。で、9台持ってますから年間で180万円、まあ200万とか、うまくいけば300万ぐらい叩き出してくれるそうなんですよ。こんなのあるんですね、やっぱりね。私だからね、あの、このいわゆる情報っていうんですか、情報を受け取ることによって、こっちの道の方が労多くして実りなしなのか、こっちの方は楽なんだけどもたくさんもらえるのかってことがね、いや本当にね、情報を取るようになってきて全然変わりましたね。で、今はとりわけ質の方に、質がいいやつね。だから昔、私がね、まだね2013年とか2015年頃っていうのはたくさんの情報が来たんですよ。たくさんの情報が来て、で、どれがいいものか分からない、どれが質がいいのか分からないんで、少しずついろいろと見ていたって話ですよね。そういう風にしてました。でも今はなんかね、私のところに来る話ってそんなに多くないんですよ。そんなに多くないのはなぜかっていうと、私がね、あやふやなものだと思ったらそれをすぐに YouTube にアップロードするから、やっぱり紹介するしてくださる方もね、結構こう選んでくれるんですよ。だから私のところに伝わってくる情報っていうのは少ないんですけども、質がいいですね、一個一個。で、またこれね、しつこく一生言いますけども、マトリックスアフィリエイトの時代っていうのは、確かにマトリックスアフィリエイト以外にもなんかガリレオみたいなとかね、他にもなんか忘れましたけども、なんかいろんなもの、こういうやつとかね、こういうやつなんか忘れましたよね。いろんなのが来たっていうかね、いろんなの見たんですよ、さまざま。それこそPPC 広告みたいなやつとかね、いろいろありました。転売のツールとか、なんか虫眼鏡を見たらなんかお金が見えますよとか言ってね、なんでしょうかね、あれはスカウターってやつですか。だからそういう風なのがたくさんあって、今振り返ってみると全部インチキだったかなと思いますね、今振り返ると。どれもいいのはなかったと。
だからたくさんあるけども全部質が悪かったんですよ。でも今私は2020年の後半に入ってきて思うのはね、ここ数年 2,3 年ぐらいかな、目にするもので、ね、目にするもの結構いいんですよ。でしかもそれがそれぞれ結果を出してるんですよね、だから私の場合はどれに乗っても、扱い方さえ間違えなければ全部利益になるのかなと思います。さあ動画のまとめになりますけども、今日もねいろいろとお話しましたけども、私個人はね、私は今、7年8年その情報を扱うことをやってきて、ついにね量から質に転化できるようになってきたかなと思います。今は結構質がいい情報に触れることが多くなりました、で初期の頃、まだね初心者の頃っていうのは自分がいいものっていうのが見分けられなかったんでしょうね、質が分からなかったんでしょうね。だから私に勧めてくるものもどうせ見分けられないよっていうふうに多分思われたんでしょう。いろんなものがいっぱい来ました。でいろんなものをね当たりました、質が悪かったですね、数だけあって。で今は数はあんまりない、私に変なの持ってきたらすぐにねバラされちゃうん で見抜かれちゃうんで、いいもの結構いいものばっかり持ってきてくれますよね皆さんね、だから紹介がしやすいです。その2つがカジノ利権であり今回の携帯利権ですね、今年はこの2つですね。その他のものは考える余地はないかなと、質がこれよりは良くないかなと思ってます。というところでね、やっぱり最初の頃まだ儲かってない頃は、質にこだわるんじゃなくて量になるのはしょうがないかなってところなんですよね。量になるのは、だからといってあれもこれも2天秤3天秤かけろってわけじゃないですよ。1個のものをそれでもやっぱり愚直にやった方がいいです。なぜならもうやることって決まってるんですよ。最初の頃っていうのはもうね、なんとかツールとかいらないんですよ。ただ今日3つ申し上げますが、ただ自己アフィリエイトをもうしつこくやる、ただ YouTube をしつこく撮る、ただ転売不要品販売をしつこくやる、この3つぐらいじゃないですか、ね、やっぱりこう初心者の頃は。で100万円とかに稼ぎが達してきたら累計でいいんで、そしたら次のフェーズをその100万使ってやるみたいな感じがいいんじゃないかなと思いますよね。さあそれではね、今日は私のね質を象徴するものとしてねこういうのをやりましょうか。ハサミがないな、ちょっとハサミがないんで紹介だけにしておきましょうか。以前もやりましたけども、クレジットカードね、以前も10枚ほど廃棄しましたけど、今回も10枚ほど廃棄するカードがあります。これ決してバカにするわけじゃないですけども、あんまり質のいいカードじゃない、一般カードなんですよ。これ普通のカードですんで、私はもうちょっとこれ普通のカードがたくさんあってね助かったんですけども、今まではこれからはねプラチナカードとゴールドカード、プラチナカードですね、プラチナカードの枚数が本当に4枚ぐらいに絞れてきたんで、この4枚があれば全てやっていけるかな。しかもこれね法人いくつか経営してて4枚ですからね、法人カード法人カード法人カード個人カードみたいな感じですね、ですので他のよくわかんないカードは全て廃棄ですね。ということで後でハサミを入れてね捨てていこうかと思います。こんな感じで私も最初は数だったんですけども、今は質のいいもの少しに絞ってあとは廃棄することができるようになりました。これは情報も同じです。いい情報を、ゲットしたらそこから離れないですね。投資ビジネス、そして、情報発信、私に言わせれば YouTube で情報発信でしょ、投資は FX でしょ、それからビジネスは速稼職、もうね迷うことがないですね。この3つを話さなければギュッとね捕まえておけば他のものはもういらないですね。新しい情報とか流行りとか全く必要ないですね、そういう風になりました。ということで私も3本柱決まって、大いに9月をねスタートしていこうと思います。秋が近いですね。それでは。